いろんなアニメや漫画を見てきたけど、まだまだ私の知らない名作はたくさんあるんだよな。時代なんて関係なく今でも色褪せない名作、名キャラクターをこれからも紹介していけるように頑張るぜ。はじめはなんかふざけたキャラだなぁなんて思ってたのに、物語が進むにつれてめちゃくちゃかっこいいことに気づいた。今回紹介するキャラは、不思議遊戯に登場するムリコだぜ。主人公の結城ミヤカは本に吸い込まれ、古代中国に似た世界に飛ばされてしまうんだ。その世界で玉骨やホトホリと出会い、国同士の争いに巻き込まれていく、元の世界に戻る方法を探すことになるんだが、ムリコは江南国皇帝ホトホリの皇宮で暮らしていた旅館で、ホトホリに思いを寄せていたんだが、ホトホリがミヤカに惹かれていくのに嫉妬して、ミヤカに意地悪をしたり玉骨とくっつけようと何かとおせっかいを焼いたりしてたんだ。見た目はとても綺麗なんだが、その正体は男の子で、大岩を軽々と持ち上げる怪力の持ち主なんだ。朱雀七星子の一人で、ミヤカと行動を共にしていくうちに、男としてミヤカに惹かれていくことになるんだが、ミヤカと玉骨の気持ちを知り、自分は一歩身を引きミヤカのお兄ちゃんであり、お姉ちゃんのような良き相談相手になるんだ。そんなヌリコは、新座法を手に入れるために、国山で足垂れと激戦を繰り広げ、辛くも勝利するんだが、アニメではここで、今野ゆかりさんのイナーが流れるんだが、もう、ヌリコが、かっこよすぎて、切ない、不思議遊戯をぜひ見てほしいんだぜ。まったく、すぐ泣くし、食い意地張ってて、どん臭くて、バカで、無鉄砲でさ、あんた、私が見張ってなきゃ。でもそんなもん、燃えるくらい、いっぱいいいもん持ってるのよあんたは。だから、負けちゃダメよ、何があっても。最後までご視聴ありがとうございました。